お恥ずかしい。ありがとう。大丈夫。転ばないように気をつけるよ。ああ、その方がいいかな。って、ああ、もう子供扱いしないでよ。平気。たくもー。ほら、行こう、岡崎くん。岡崎くん、どうしよう。カルボナーラマ、一つしかない。じゃんけん、ポン。やったー、勝ったー。ちょ、ひどっ。私だよ。ぐぬぬ、学校の勉強がこんな風に役に立つなんて。それでどうなさいますか。あと新年早々イチャつくなら外でやってくれ。すみません。ありがとうございます。朝早かったからね。それに温かいもの食べると眠くならない？なんか冬って寒い分外でも暖かくなると眠くなるよね。体が冬眠したがってるのかな。
のなのな。なんてなかったのに。変な顔してたり、変なこと言ってなかった？パカーって口開けてなかった？そっか、よかったって寝顔見たんだ。感心してないで反省してよ。いや、寝ちゃった私が悪いんだけどさ。友達といるのに寝ちゃうとか最悪だ。神妙な生物みたいな扱いはやめてよ。ポカポカで眠かったんだよ。あ、そうそう、そうだよ。わかってるね、岡崎くん。あれ、そういえば。やっぱり今年も続きますか？それ。私の存在意義がなんだかしょっぱい。今年も岡崎くんは私をいじって遊ぶんだね。はあ。もういいです、喋りません。というか、岡崎くん、他の子にもそんな感じなの？だから。あ、着いたみたい。早く降りなきゃ。
ありがとう。ごめんね。またカイロ持ってきてもらって。それを聞くだけで、よほど暇だったってわかるのがすごいよ。私も昨日の夜捕まって、夜中までたっぷり話を聞かされたよ。危なかったよ。なんとか遅刻にはならずに済んだけど。え、どうして？バスで来れば。あ、そっか。三が日が過ぎたからバスは出てないんだっけ？ごめん、うっかりしてた。あ、確かに。今日は息切れしてないもんね。ううん、ちょっとぐらいなら大丈夫。もう三が日も過ぎて忙しくないし。そんなに気になるなら、いっちょやっていきますか？たまたまだよ、たまたま。今まさに始めようと思ってたところに、岡崎くんが来てるだけ。ある意味、神様のおぼし飯だよ。こっち。もうすぐ妹たちの誕生日なんだよね。それで、ちょっとプレゼントを奮発してあげたくて。そういうことなのです。だから、キビキビ働けい！岡崎くん、黙々と従わないで！今のは突っ込むところだよ！岡崎くん、ほんと人をからかうのに手を抜かないね。ちょっと尊敬しそう。お疲れ様。ありがとう。いつの間に雇用契約が？え、ちょっと待って。時給、いくらです？いや、岡崎くんの目、あわよくばって感じだったよ。え？よいよい。あ、ラブの方。ごめん、ボケ殺しだったよね。
うん、ありがとう。あ、待って、岡崎くん。今日、この後お暇？カイロと雪かきのお礼がしたいんだけど、どうかな？何がいいかな？ノープランじゃないよ。ずっと考えてたんだよ。でも、思いつく前に岡崎くん帰るって言うから、その…嫌ならいいんだよ。でも私、こういうのってどうしたらいいのかわからなくて。何か食べたいものってある？ケーキ？岡崎くんのことだから肉まんかと思ったのに。あ、そっか、ケーキ！ケーキだったね！ほら、前にケーキを食べ損ねたことあったでしょ？その時に岡崎くん、今度ケーキをおごってほしいって言ってたよね？私、いつにしようか結構悩んでたんだよ。なのに忘れるなんて。ま、こうして約束を守れる機会ができたし、いいよ。じゃあ、ケーキでいい？そこで一つご相談があるんだけど。おいしいケーキ屋さん知ってる？面目ない、タイミングのことばっかり気にしてました。あれ？二人ともどうしたの？こんにちは。バイトが終わって戻ってきたところです。ああ、そうなんだ。違う違う。今日のは突発的かつ個人的な活動だよ。
心意気？とりあえず、今日は部活じゃないから、サボりとか気にしなくて大丈夫だよ。おや、二人とも来てたのか。いや、さすがにカルタでダーツが始まってしまっては、ねえ。ところで、二人はデートかい？違いますよ。ケーキを食べに行くんですよ。ケーキか。そういえば、去年のゆか先生生誕祭以来食べてないな。うん、いいかもしれないね。では早速二人を呼ぼう。ああ、うーちゃん、ダメダメ。まだゆだまるくんの PR 活動が始まったばっかりなんだから。ああ、そうだった。私としたことがついはしゃいでしまったようだ。というわけで、私たちはいいから気にせずにどうぞ。ケーキショップかい？そうだなあ。ねえ、うちなんてどうかな？だよね。でもね、実は今日のお手伝いさん、優秀なパティシエールでね。いくつか新作のケーキを作ったから、試しにうちのお店で出してるの。もしかして、そのパティシエールさんって、前に言ってた人ですか？そうそう、レモンとイチゴを使った、とーっても美味しいケーキの人。はあ、そうなんだ。あのケーキの人が。ちなみに、今日のゆだまるくんが PR するのも、そのケーキなんだよ。でも、今ならまだまだ余裕だよ。すぐに伺います。いってらっしゃい。お父さんに言えばサービスしてくれると思うよ。ありがとうございます。行ってきます。いちごおいしい。ほっぺたがとろけそうだよ。へえ、おいしそう。え、いいの？そんな顔してないよ。物欲しいです。甘いものには魔物が住んでいるんです。
いいよ。だって岡崎くんも物欲しそうな顔してたし。どう？どう？むしろ私が思っても言葉にできなかったことをさらりと言って驚いたよ。私たち結構好み似てるかもね。本当だ。だねー。食べ終わるのがもったいないよ。それにしてもこうして二人っきりでよかったよ。いや、さっき冬部のみんなに会ったよね。あの時、岡崎くんがみんなを誘った時、ちょっとドキッとしちゃった。さすがに、みんなの分まではお財布が持たないよ。ん？わかってるよ。でも、岡崎くんだけご馳走するって流れも、おかしくない？だから、みんなが遠慮してくれて、ちょっとほっとしちゃった。ところで、同志さん？私も、冬部の一員として、もうちょっと寒さに慣れなきゃいけないと思うんだよね。そういうのじゃなくて、いや、もちろんそういうのもあるよ。でも、冬部のみんなと一緒にいて、思うんだ。もうちょっと寒さに強くなれたら、みんなみたいにもっと楽しめるんじゃないかなって。そうそう、それ！ほんと、岡崎くんは私の言いたいことをスパッと言ってくれるね。寒さ対策って、いろいろあるよね。岡崎くんは、日頃どんなのしてるの？うさぎ針って、部長オリジナルの貼り方？ああ、ぴょんぴょんか。
へえ、そんなのあるんだ。確かに暖かそう。他には他には？やっぱり根本的に寒さに慣れる特訓が必要なのかな。だよね。頑張ろうね。え、岡崎くん、付き合ってくれるんじゃないの？そうそう、よろしくってお願いしたよ。忘れてたくせに。あれ、そうなの？私、すっかり岡崎くんも付き合ってくれると思って、どんなことしようか考えるところだったよ。ごめんね。勘違いしてた。え、ほんと？おお、ありがとう！頑張ろうね！あ、でも、本当にいいの？いや、妹たちにもよく言われるんだけど、あれこれ先走って妄想しすぎって。うわ、納得されるほどなんだ。ちょっとショック。寒さに強くなったら、どんなことして遊ぶか、とか、彼氏ができたら、ああしたい、とか、こうしたい、とか。あ！今のなしなし、忘れて忘れて！もう、またそうやってすぐに意地悪モードになる。餌付けしてるつもりはないんだけど。あ、そうだね。私が払うよ。だからだよ。ちゃんとご馳走したって気になるし、そもそもお礼にって誘ったのは私だよ。うん、甘えてくださいな。お待たせー。いえいえ、美味しかったね。しずりさんにお礼のメールしておこうっと。岡崎くんって、すごいよね。お店が混んできたら、すっと出てきたでしょ？
私、ついつい話に夢中になっちゃって、そういうの気づかないんだよね。だから、なんか大人だなーって。そうかな？そんなイメージないけど、送信完了だ。まさか、私の話は夢中になるほどでもないってことかな？そりゃ、岡崎くんはからかって面白いだろうけど。そうだよ。当然だよ。二人に一つのものでもいいんだろうけど、やっぱりお姉ちゃんとしては同じものを二つあげて驚かせたいのです。変な呼び方しないでよ。うん、経済的にもね。え、小さい頃親戚のお姉さんとかにプレゼント買ってもらった時にレジでお札払ってるの見て思わなかった？おお、大人みたいでかっこいいって。はい、なんでしょう。岡崎くん、今、小学生の、ずっと初詣の時、それぐらい困ってるの？